どうもこんにちは、シンクラ工房です。今回はこちら HGUC キュベレーリバイブ版を作っていきたいと思います。こちらの機体は皆様大好きなハマーン様が乗っている機体になります。ということで、彼女が乗るのにふさわしいテカテカの機体に仕上げていきたいと思います。最後までご覧ください。それでは早速作っていきましょう。まずはランナーから部品をニッパーを使用して切り離していきます。この際にゲートを少し残した状態で切断します。そうすることによって部品の破損や発火現象という無理な力がかかった時に白くなってしまう現象を防ぐことができます。そして切れ味のいいニッパーで残ったゲートを切り離していきます。こちらがゲートを切り離した状態なんですけど、若干段差が残っているので旋盤程度のスティックヤスリで平らにしていきます。こうしないと塗装をした時に段差が目立ってしまうので念入りにやっていきます。ただしやりすぎてしまうと部品の形状が変わってしまうので注意しましょう。削るときはね、なるべく優しくやっていきましょう。段差がなくなれば OK です。そして次に外装部品なんですけど、今回光沢塗装をやっていくので、部品のヒケというくぼんでいる部分やバリとかそういうのを全部削り取っていきます。これを全ての部品念入りに削っていきます。はい、でね、これやりだしたはいいんですけど、なんでこんなことやっちゃったんだろうって思うぐらい後悔するレベルで部品いっぱいあって時間かなりかかりました。でもやればやるほどテカテカになると信じて頑張って磨いてみました。このようにひたすらヤスリをかけて部品の下処理が終わったら塗装をしていきます。まずはメタルブラッドレッドで赤紫の部品を塗装していきます。今回もシンクラ工房でおなじみのキャンディー塗装をしつつ、外装もパール塗装でテカテカにしていきます。塗装前と比較するとかなり色変わりましたね。この時点でもテカテカです。次にクリアピンクを使用してさらにテカテカにしていきます。今使用している GX 系の塗料は隠蔽力がとっても強いんで、あまり吹き付けすぎると完全にピンクになっちゃうので、ほどほどにしていきます。いい感じでツヤが出てきたところで、塗装前と比較すると色が変化してるの分かりますかね。ちょっと光の加減で見づらいかもしれません。次にピンクの部品はメタルピーチで可愛く仕上げていきます。塗装前と比較すると元々の色にメタリック感が出たかなっていう印象ですね。さらにここの上に先ほど使用した GX クリアピンク塗装していきます。こちらもね、初めて使う色なんですけど、すごくいい色しててね、前にルブリス作った時にこれも使えばよかったなぁと今更後悔しています。こちらは先ほどの赤紫のものとは違ってピンクを強調したいところなので、ちょっと濃いめにね、塗ってもいいかなと思います。ただ調子に乗ってやりすぎると液だれして立ち悪いことになるので慎重にやっていきます。どんどんピンク色が強くなってきました。ちょっとね、透き通る感じのテカテカピンクでね、なんていうか美味しそうですね。続いて外装のスリット部分から見えてる部品なんですけど、蛍光ピンクを使って発光するようにしていきたいと思います。試しにスリットを1箇所塗ってみて、ブラックライトを当ててテストをしてみます。うまく光るといいんですけど、はい、こんな感じですね。ちょっとね、明るいんで白っぽく発光しているように見えるんですけど、暗いとこだともう綺麗にピンクに発光していました。あとね、忘れちゃいけないファンネル、こちらも蛍光ピンクで発光させていきます。次に肩のバインダーから見えているブルーのパーツもテカテカにしていくので、まずは下地をメタルブルーで塗っていきます。
このメタルブルーもね、僕の動画加工のやつ見てくださってる方わかると思うんですけど、いつも使用しているおなじみの色になっています。このままでもいいかなってぐらいテカテカしているんですけど、乾くとちょっと白っぽくなってくる特徴があるので、さらにクリアブルーを重ねて深みのある色にしていきます。さっきからね、同色でばっか塗ってるんで、あまり変化のないつまらない画像が続いてて申し訳ないですが、我慢してお付き合いください。どんどんツヤが出てきました。はい、こんな感じでテカテカ感がさらに増しています。そしてさらにさらに蛍光ブルーを使用してこちらも発光させていきたいと思います。これね、このキュベレーの白いボディから覗く青い部品とピンクの部品、これが発光してると絶対かっこいいですよね。というか、なんか怪しい感じが出てすごくいいと思います。仕上がりが楽しみになってきますね。さて、ブラックライトでテストするとこんな感じです。いや、いい感じの発光具合です。そしてツヤツヤで美味しそうに仕上がりました。次にこちらが肩のバインダーの内側の部品になるんですけど、スターブライトアイアンを使ってかっこよく仕上げていきます。このアイアンカラーはね、黒っぽいシルバーなんですけど、すごくいい色です。光の加減でいい感じに怪しくテカテカしてますね。次に先ほど塗装した部品にゴールドリーフを筆塗りで塗装していきます。これね、エナメル塗料なんですけど、このゴールドリーフってやつは通常のエナメル塗料と違ってエナメル溶剤でも除去できないそうです。なんか成分が通常のエナメル塗料と違うとかで溶けないそうなんですよね。なぜエナメルに分類されているのか謎です。と言ってもかなりいいゴールドなので今回使ってみました。仕上がりはこんな感じです。ワンポイント入れるだけでだいぶかっこよくなりますね。こちらもバインダーの内側に入る部品なんですけど、真っ白で寂しいので色分けしていきたいと思います。まずはスターブライトゴールドで下地を作っていきます。ゴールド系も下地の色で発色が変わってくるんですけど、今回ここ明るい感じで仕上げたかったので白の上にそのまま塗ってみました。仕上がりもね、これだいぶテカテカしてて眩しいですね。はい、こんな感じです。綺麗に塗り終わりました。次にマスキングをしていくんですけど、目の前のピンセットが見つからない、完全にボケてました。まずマスキングテープを細かく細く切っていきます。そうすると簡単に巻きつけられるので使いやすいのでおすすめです。ちょっとね、ピンボケしちゃってて申し訳ないんですけど、このようにパイプの部分にテープを巻きつけていきます。かなり苦労したんですけど、こんな感じで仕上がりました。4つあるんで立ち悪かったです。はい、さらにこちらをダークステンレスシルバーで塗装していきます。ダークステンレスってことでね、黒っぽいのかと思いきや、そこまで黒みも感じずにいい感じの発色するシルバーになっているのでお気に入りの塗料です。ゴールドの部分をすべて塗りつぶして完成です。乾いたらマスキングを外していきます。この時にせっかく塗装した下地のゴールドを傷つけないように慎重に剥がしていきます。はい、このシルバーからちらっと覗くゴールドの部分、かなりいい感じですね。あとはパイプのところうまく塗れてるといいんですけど、細かく切ったマスキングテープをたくさん巻きつけたんでね、どっから剥がしていいかよくわからないですね。最近目も悪くなってきたんでね、怖いですね。はい、そんなこんなで剥がし終わりました。何これ、めっちゃかっこいい。すごく仕上がりが良くてね、最後まで我慢できないのでちょっと後悔しちゃいます。この部品とあとこの白い部品を塗装して組み付けるとこんな感じです。めっちゃいいじゃないですか。はい、取り乱してすいません。
次に外装部品、クールホワイトで下地を塗装していきます。いつも言ってるんですけどね、この白い部品に白塗装、全然変化がなくてね、動画見ててもつまんないんですよね。実際塗っているとツヤが出てきてすごくいいんですけど、でもね、見てくださってる方ね、このシーンめっちゃつまんないと思うので、どうぞスキップしちゃってください。そんなこんなでめげずに塗装してテカテカにすることができました。次に先ほど白くした部品にムーンストーンパール、こちらを塗ってキラキラにしていきます。これもね、ちょっと動画撮るときにミスったんですけど、光の反射で何が何だか全然わからないですね。こちらもね、白同様塗っているとすごい変化が出てきて楽しいんですけど、動画だと全然わからないこの不思議な感じ、カメラの問題なのかもしれないんですけど、塗装前と比べてもあまり変化がわからないですね。乾いたらこんな感じになりました。ムーンストーンパールがいい感じにキラキラしている上にテカテカしてていい感じに仕上がりました。続いてまた筆塗りに入っていきます。このね、腕の周りとかね、細かいスリットが入っているところ、ここをエナメルピンクを使って墨入れしていきます。墨入れというとね、黒系思い浮かべる方多いと思うんですけど、キュベレーは僕はもうピンクでやっちゃいます。こちらのね、エナメル塗料は乾いた後に溶剤で落とすことができるので、ガンガンはみ出しを気にせずやっていきましょう。塗装前と比べるとこんな感じでイメージがだいぶ変わったかなと思います。続いて合わせ目の部分によく見ると段落ちのモールドが入っているので、ここにもエナメルピンクを使って墨入れしていきます。墨入れと言っていいのかな、これ肩のバインダーの部分もピンクを使って塗装してみました。それにしてもいい感じでテカテカですね。光の反射が眩しいです。さらにこの部品をテカテカにしていきます。はい、ということで EX クリア塗装していきます。クリア塗装もね、変化わかんないですよね。実際塗っているとどんどんテカテカしてきて、なんかね、みずみずしくて美味しそうな感じに変わっていくんですけど、動画だとやっぱ伝わらないので、この辺でカットして次の作業に移ります。クリア塗装が終わった後の外装部品すべてフィニッシャーズスポンジヤスリで磨いていきます。これね、ヤスリと言っていいのかなってぐらいツルツルしてるものをこすりつけています。このフィニッシャーズヤスリね、初めて使ったんですけど、ものすごいツヤが出てきて面白いですね。なんでこれ最初から使わなかったんだろうって思うぐらい、チラッと見えてるんですけど、光の反射がもはや目が痛いぐらいです。この作業をね、外装部品すべてやっていくんですけど、バインダー1枚目はすごく楽しかったんですけどね、3枚目ぐらいに入ったらものすごい苦痛でした。はい、バインダー1枚目仕上がりました。こんな感じでテカテカになりました。でもまだ終わりません。次に細めのコンパウンドを使ってさらにツヤを出していきます。それではコンパウンドをクロスに出して、蓋が閉まらない。はい、 OK、 気を取り直して、コンパウンドで磨くときのコツは、あまり力を入れないこと、あと一方方向に磨きすぎないことですね。まず縦に磨いたら、次に横方向に磨くようにやっていきましょう。あと端っこのあたりですね、あまり磨くと下地が出やすいので注意しましょう。満足がいくまで磨けたら、最後にクロスでコンパウンドの成分を除去していきます。でね、タミヤのこのコンパウンドはね、水で流しても落ちるそうなので、めんどくさい方は水洗いしてしまいましょう。最後に仕上げ目のコンパウンドで仕上げ磨きをしていきます。もう何時間やってることか、何回磨いたことかね、
びっくりしました。下手したら一生分磨いてるんじゃないかと思っています。自分がやりたくてやり始めたんでね、こんなこと言うのもなんなんですけど、ものすごく辛いですね。でもね、やればやるだけ艶が出ると信じて磨き続けてきました。はい、こんな感じで仕上がりました。光を当ててみるとね、いい感じに反射しているので、なんか最初とあまり違いがわからないんですけど、まあすごく艶が出ました。それでは組み立てに入っていきます。まずは胴体から。テッカテカに塗装したんでね、すごく美味しそうな胴体ができました。光の反射もいい感じですね。続いて頭の部分、キュベレーの後頭部、なんでこんなに長いのかな。これね、目もね、蛍光塗料を使って塗ってみました。怪しく光ってます。いい感じです。そして今回一番力を入れたバインダーの部分、ツヤツヤテカテカのピカピカですね。内側もかっこいい。もう大満足です。しつこいようですけど、この部品がこうなりました。大事なことなので2回言います。続いて腕のパーツになります。キュベレーはね、この開き手が特徴ですね。スラッと伸びた長い指がとても素敵です。それでは先ほど作ったお気に入りのバインダーと合体させます。はい、いい感じですね。もうキュベレーっぽくなってきました。このピンクの部分もね、美味しそうに仕上がってますね。続いてこちらが足のパーツになります。ちょっと部品多めなんですけど、はい、こんな感じでツヤツヤテカテカでいい感じです。横に見えてる青い丸い部品もね、蛍光塗料を使っているので、最後ポージングの時に発光させていきます。最後に腰回りのパーツになります。はい、こんな感じでいいですね。裏側もいい感じ。なんかあれですね、レアチーズケーキのいちごソースあえみたいになってきましたね。もう食べたい。食べないですけど。それでは全ての部品ドッキングさせていきます。もうキュベレー、あれか、エイリアンみたいな感じだから後頭部長いのかな。そんな感じの顔してますよね。今回ね、このキュベレー磨きまくったせいで、ものすごいツヤツヤでスベスベしてるんですね。これ冬場に組んでたらもう持てないんじゃないかなってぐらい。冬場になるとね、手が乾燥してしまう僕にはね、これ絶対冬作ってたら部品破損させてたなぁと思います。この時期に再販してくれてありがとうございます、バンダイさん。はい、もうキュベレーですね。あとは肩、こちらドッキングさせていくんですけど、ボールジョイントなんでね、結構可動が狭い感じしますね。まあ、このね、でっかいバインダーついてて可動広くてもいろんなとこにぶち当たっちゃうのかなってところで、これぐらいがちょうどいいのかな。はい、あとは背中のレアチーズケーキのいちごあえつけて完成になります。ここもね、可動するんですよね。はい、それでは HDUC キュベレーリバイブ版完成しました。いやー、磨きまくったんでね、めちゃめちゃ愛着湧いています。やっぱりね、テカテカ塗装はいいですね。はい、それでは全体を見ていきましょう。まずは横からのお気に入りのバインダーの中身、かっこいい。次に後ろから、かかとの部分がまん丸で特徴的で可愛い感じですね。後頭部が長くてカメラがぶつかりそうになりました。はい、最後に正面から行ってみます。キュベレイですね。続いてくるくる回していきます。キュベレーはね、手首の部分にビームサーベル収納しているのが特徴ですね。この頃のモビルスーツって、あのビームサーベルからビームが出て
撃ったりすることができるんですね。ゼータガンダムなんかで逆にビームライフルからサーベルが出たりします。すごく機能的でいい感じですね。それではこのまま蛍光塗料ふんだんに使ったので光らせていきます。ピンクの部分がね、いい感じに光ってますね。怪しすぎる。青い部分はなんかそんなに光んなかったかな。なんだろうな、これな。もうちょっと綺麗に光ってくれるのをイメージしていたんですけど、ブラックライトの当て方が悪いのか何なのか。さあ、この辺にしてポージングの写真を撮っていきます。まずはね、ビームサーベル構えているところ、そしてね、キュベレイといえばやっぱりこれですよね。ファンネルの射出、ファンネルも蛍光塗料でいい感じに光っています。正面から角度を変えて、これもいい感じです。それでは HDUC キュベレイリバイブ版のテカテカキャンディーパール塗装、いかがだったでしょうか。ぜひ次回の動画もご覧ください。ご視聴ありがとうございました。